はい、こんにちは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。徳間です。はい、2017年一発目の音声です。よろしくお願いします。今年もはい、はい、お願いします。お願いします。第30回目ですね。はい、30回です、うん、ということで、うん、まあ一発目なんですけど、いきなりもう真面目な話しようかっていう、もう2017年真面目な年ですからね。一回もちょけへんぞっていう、雑談ゼロです、2017年は。はい、なんでやねんって話ですけど。そう、はい、そう。というのもですね、うん、なんかいい感じのお便りとかいただいて、そう、それをテーマに、そう、まあちょっと話そう。これで1回分ぐらいね、うん、なんか喋ってしまいそうになるやんってなって、うん、じゃあそれをやろうかっていうことで、うん、なったんで、もう早速いきますかね。はい、いきましょう。はい。じゃあ、お便りなんですけど、ちょっと長いんで一部読ませていただきましょうかね。うん、はいはい。まあ、初めまして、クラスと言います。クラスさん、はいはい、って方ですかね。と一部どうしようかな、うん、じゃあ一部読むと、はい、自分はアメリカの大学を卒業し、就職活動は一切せず、帰国後に小さな会社にバイトで潜り込み、その後数社渡り歩いてきましたと。結構ちょけてます ね、うん、そうですね。しかし最近会社で経営者層の威張り具合にカチンときたことがあり、わーってきて、うん、ちょっと起業とかしたいけどなんかちょっと怖いと。はいはいはい。でとりあえず35まで会社員でいるか。35歳まで会社員で。今30歳ですと。でも35になってもまた40までってなってるんちゃうかと。ああ、はいはい。先延ばしにね。会社員で経営者層にペコペコしてるのも無理やなと。ああ、はいはいはい。ってことで、まあ、アミラジで起業するときの心配不安について語っていただけないでしょうかと。まあ、結局自分の幸せ軸をどこに置くのかということだと思います。あはは。で、就職する前は、なんかアメリカの大学を卒業して、就職活動もせず、なんかいろんな小さな会社バイトで潜り込んでいろんな数社渡り合ったりとかっていろいろこう自分のやりたいように働いてきたんやけど、ね、アメリカを横断する旅、一人で車で横断する旅とかもやって、一人でニューヨー LA から、ね、ニューヨークまでおっていう、そういう貯金はできるのですが、企業まではなかなか踏み切れません、はい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 、っていうクラスさん、はい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 、なるほどね。だからその起業する時の心配や不安について、うん、はいはい、何回かその友人、仲のいい同僚の方と起業しようかみたいな話も出たりはすると。はいはいはい。でも結局なんやかんやで30まで来てしまいました、うん、はいはい。このまま40、50、60、とりあえず死ぬまでは働いてみようかなっていう流れがやばいです、はいはいはい、ああ、それがもう見えてくるもんね、だんだんと、ね、その不安ですっていう、はい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 、話ですね。なるほど、はいはい。どうなんですか。どうなんの、なんでそんな雑に振るんですか。まあ、何回か、起業する場面での話っていうのは出たよね。うん、出たね、何回か、ね。まあ、めっちゃ、なんかこう、もがいてた時期の話とか、するせんってなった、その直前直後の話とか。熱出たりとか、俺も。はいはい。会社がしんどすぎてみたいな話をしたし。うん、生き戻し現象が来たりっていう話は出たんです。うんうんうん。ですけど、うん、まあ、どうですか。なんかそうですね、うん、まあ不安や心配につい、まあ、ついてかどう語ったらいいやろね。まあ不安やし心配やし、まずなんとなくの印象ですけど、うん、不安や心配がある状態っていうのが悪やというふうに多分感じてはると思うんですよね、はい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 、それはまずちゃうんちゃうっていう意見を提していきたくないですか。賛成ですね。ああ、ありがとうございます。多数決2対1で勝ちというか、はい、絶対勝つやん。お便り来たら、そうだな。多数決。なるほど、うん、あ、まあ。確かに。不安や心配が今あると。うん、そう。頭の中に心があって。それのせいで起業的。はいはい。それをなんとか自分のなんかメンタルコントロール力って解消してから起業しなきゃいけない。そう。なんか決断しなきゃいけないって。そのステップが絶対やと。ああ。思ってはるんちゃうかっていう印象やんか。はい。まあ言うじゃん。はい。だけど、そのアプローチは、まあ分からんけど、うん、僕らは違うもんね。うん。うん、まあちゃうアプローチもありますってっていう一つの意見は、うん、まあ、紹介していこうかなと、うん、今回の音声で、うん。それがテーマですかね。うんうん、なるほどね。うん、だって不安とか心配がないって、うん、心が、なんかこう、平穏な状態だから。で、心の平穏だけを。まあ、心が平安な状態だったら、起業せえへんやろ。だから心配とか不安を解消してしまったらむしろあかんって、うん、むしろなんか、うん、逆にそれが一番の幸せなのであれば、そうそうそう、そうそう、波風立たないようにするのが、波風立たないのが幸せっていうその価値観なんやったら、そもそもなんか
もう人生おもろするっていうのは望むのはおかしい、別の幸せをつかんだ方がいいし、うん、でなんかでもなんかうわってやりたいんですなんやったら、うん、アプローチとしてはだって、うん、逆に考えたら不安や心配があるってことは順調やっていうことや、うん、正しい現象が、そう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 、心理現象が起きてるっていうふうに眺めてあげて、うん、ちゃんとおもろいことをしようという、うん、あの現象が起きてるっていうふうに考えたら、そうそうそう、それプラス、うん、現状になんかいい意味で不満足やし、うん、でこういう未来にコミットしようとしてるし、うん、でなんかそれが、まあ、いわゆるコンフォートゾーンでも何でもいいけど、それがこう変わろうとしてるタイミングやからこそ、うん、その不安心配が起こってる、湧いてくると、ナイスナイスみたいな、うんうん、状態、だからスタート地点に立ってはるんちゃうんっていう、うん、だからなんか不安とか心配を解消するっていう方向で頑張るのは、うんうん、まあやめた方がうん、うん、いい気はする。クラスさん的には多分、うん、おもろしたい感じは、うん、なんかもうね、アメリカ横断してるぐらいなんで、うん、もうふざけてるじゃないですか、うん、一人で車でやってるぐらい、うん、そうね、だから不安心配っていうのはまあ正しい、正しい、一回前提にアミラジ的には立ってみようかな、持っていきたいね、うんうん、もっと不安や心配になってください不安で熱出ないと、うん、そう、不安とか心配が溜まっていって溜まっていって、うん、もうマックスになった時に決断できるやん、うん、だからなんか、ああ行動できてないなーってなったら、いや不安と心配足りてないなって思ってほしい、うん、もっと不安と心配、うん、全然まだ俺ヘラヘラしてるわみたいな、実績をするってなってきたらもっとやから、うんうん、だから多分今仮に不安と心配がなくなって、じゃあ起業しようかってなって準備を始めると、うん、その準備段階でまた不安と心配が来て、なんかこう起業の準備のために勉強するとかさ、うん、なんかそういうのって不安の解消のために行く人多いやん、ああなんか心配やからね、なんか精神安定剤的な感じで勉強しよう、準備しようみたいな、だからなんか起業するのに準備してる準備がいらんやんっていうのもそこやねんけど、うんうん、で結局当然実際やるってなったらまた来るわけやから、エネルギー無駄遣いしてるやん、そう、うん、せっかくめっちゃいい感じで溜まった不安とかのエネルギーを、うん、なんか、ね、準備に使って、不安心配貯金をまた捨ててもらう、でそれなくなってまた溜め不安溜めなあかんみたいな、なんか不安と心配の無限ループみたいに、うん、ね、落ちるからせっかく溜まってきてるのであれば、そうそうそう、それをもうちょい極限まで溜めて、そう、そのスパイラル入ると、だって35まで40まで50 60ってなっていくやん、うん、80 90 100ってなるやん、とりあえず死ぬまでは、そう、現世はとりあえず、そうそうそう、来世で起業しようかな、そうそうそうってなってくるんで、うんうん、だからね、うん、え、ありましたか、その不安心配ありましたかって、めちゃめちゃある、うん、ね、うん、あったよね、起業するもそれやし、会社辞めるもそれやし、うん、なんかね、てか別に今は行くも、今も不安や心配いっぱいあるし、うん、だって俺来月から1ヶ月後セネガルなんですけど、セネガルで別に何するかって1ミリも決まってないんで、不安や心配だらけじゃないですか、うん、まあ言うてしまい、不安と心配がないんやったら別に行く意味、うん、まあないやん、それなんかそんな、そこでおもろいことはな、まあ待ってないです、うん、そう思うことしに行くってなった時にね、未知があるからちょっとおもろい、うん、あると思うんですけど、うんうんうん、平、うん、めっちゃ平穏な悟りの境地でおもろいイベントってなかなか発生しない、う、ね、もうそれだってな、インドの山奥にこもって瞑想してるみたいな話になってくるんですけど、多分クラスさん的には、うん、おもろい方は望んでいると、うん、でも不安心配が原因なんちゃうかってなってるんですけど、アミラジ的には、うん、とりあえずそれはただいい順調な状況ですという立場に一旦立って、マイナスに捉えないようにした方がいいです、うん、プラスやこと、で、まあ、その上でじゃあどうそれを、まあ、活用して乗り次のステージに行くか話、うん、やったらなんか LA とかからニューヨークまで一人で車で横断するとかも割と心配や不安がたくさんあるやん、ね、絶対あったじゃない、でもなんでそれ俺できたんやろみたいな、うん、なんかそれ多分不安と心配がなくなったから、うん、決断できて行動できましたじゃなくて、うん、なんか別の要因があったわけや、不安と心配と、うん、もう一個別になんかそのワクワクが上回ったりとか、そうそうそう、未来の臨場感みたいなものが、うん、天秤にかけられて、うん、うわーなんか臨場感の方が高い、絶対こっちの方がおもろいってなんかバーン買ったから、うん、買ったりしたり、うん、やる、例えばね、就職活動は一切せずに、ねね、せっかくアメリカの大学卒業して就活せずに、そうね、で不安には心配だらけの人生を、ね、潜り込み、そっちの数社渡り歩いてって、不安心配だらけ、バイトで数社渡り歩いて、ね、行っちゃう不安ですやん、うん、一般的に言うと、ね、そうそうそう、ってなった時に、うん、なぜじゃあ今回のやつはその不安や心配に目を向けたりとか、うん、なんかこうそこから決断があの今まではスンスンできてたであろうに、うん、なんかちょっとこう遅れたりしてるのかっていうとこ、うん、多分起業っていうのをね、うん、
なんかちょっと重く捉えてはるかも。まあまあそれもね、それ一つもちろんあるやつけどね、なんとなく思うのは、なんか会社分からへんけど俺入ったことないからさ、うん、会社っていう場に入ったせいというかさ、うんうん、なんかそのちょけてた時代、うん、アメリカ大学卒業就職活動はせずに LA からニューヨークまで一人でとかっていうのって、うん、なんか順調やん、もろ進んで、なんかどんな感じやったんすかみたいな話聞きたがるようなこうストーリー歩んでるはるやん、やけどなんか急に会社に入ったらみたいなニュアンスがなんとなくあるから、うんうん、それ以来なんかちょっと微妙ですみたいなね、うんうん、だから会社、なんか会社で辞めようとするクライシスみたいな話もしたけど、うん、会社って割となんか強烈なんやろ、その引き戻して来ようとする場として、あの企業のあのあれに枠に閉じ込めようっていうエネルギーはもう強烈やから、うん、その営業、まあバイトかもしれないですけど、うん、受けてるとは思うんですけど、うん、なんか現状維持のなんかこう、うん、引力みたいなのが、もうちょっと枠から出れやんように、まあ起業させへんようにとか、ね、うんうんうん、いやその環境はそうね、変えていきたいっていうか、うん、うん、一つは環境っていうのはまあ原因として考え、うん、大いに考えられがちなんで、うんうん、で環境っていう風に捉えると、うん、なんか環境はって言われたらなんか変えるっていう言葉になるやん、うん、けどなんか場って考えたらさ、うん、場は自分で作れるからさ、でなんか環境変えなきゃってなったら会社を辞めなきゃいけないんですかまずみたいな、うん、とかね、ってなってくるけど、学校辞めなあかんのかとかね、海外行かなあかんのかって大ごとになってくるんですけど、そうそうそう、場って考えたらね、場って考えたら自分起点で作っていく場やからさ、その自分を起点としたなんか、まあ、重力場磁場みたいな感じでさ、うん、なんかこう作っていけるやん、うん、自分でゼロから作れる話、大ごとではないと、なんかそういうイメージで作っていけるから、うんうん、だからなんかその場作りみたいなのって大事ちゃう、はい、起業するとか別に起業じゃなくて海外行くでもそうやけど、うん、自分がセネガル行くもそうやけどさ、うん、なんかセネガル、俺はセネガル行って面白いことする場を作ってるやん、うん、作ってまうねすぐに、うん、それを作るっていうのは別にさ、なんかみんながそれで励まされたら勇気づけられたらっていうのももちろんあるけど、うん、自分のためでもあるやん、うん、それ言ってもたらもうやるしかない、そういう場ができて、そうそうそう、まあ、お前セネガル行くんやろって空気感がめっちゃおもろいですやんっていう周りの反応とかも来て、そうそう、うわほんまに行くんやな俺って、そう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 、自分また思わされるみたいな、なんか周りの人に言いふらすことで、周りがそうやって例えば今度久しぶりに飲みに行った、うん、お前そういやセネガル行くって言うけど、うん、どうなってるの、うん、そう準備とか言われたら、自分が何もやってなかったら、おーやばいってなるし、そうや行くんや、そう、そこでなんかこう言われるから、なんかねアファメーションしてくれるみたいな、そう要は自分で作った場から自分で影響を受けるっていう、いい影響、うん、そうそう、だから自分がこうなりたいやったら、うん、そういう場を自分でこう周りに言いふらして、うん、宣言しまくって、うん、場を作っていって、もう逃げ道なくしていくのが一番、うん、簡単っていうか、で逃げ道なくしていったら不安度は高まるんですけど、それ順調やねっていう、やばいやばいやばいってなってきてでもそれ順調やから、でパッてね、なんか一個出たら、うん、最後の楽になる、最後の最後決断するのって、うん、0.1 秒とかの一瞬やん、うん、もうやるってなった時にバ、うん、ンって切り替わる時があるやん、うん、それはもう 0.1 秒やから、まあ、うんこ決まるみたいな感じでさ、うん、踏ん張ればいいけどさ、うん、それまでそのなんかこうボルテージ上げていくのが、うん、その不満貯金がね、そう周りに言いふらすっていうのが、うん、宣言するって言われて、宣言する周りにっていうのはめっちゃ押していく、うん、今回めっちゃ押していきたい、うん、俺もだってめっちゃやるし、なんか宣言してる、起業すると、あ、起業するときは、まあ、するときもそうや、するも宣言してる、高校の時からやし、大学入ってからも友達も、東大受けるわもう俺は宣言しまって、ね、なんか言いまくってたね、高校生1年ぐらいかな、うん、全く2年とかで全く志望校とか決めてないし、やりたいこと決まってないくせに、うん、東大でええわってなったら、もう、あ、東大受けない東大受けないって言いふらしてた、言いふらした、言いふらした、全然点も足りてない、だって全く受かるようなレベルじゃなかったし、ってか問題も見たことねえし、やけど、うん、とりあえず言いふらして、言いふらして、ね、あ、お前東大受けるらしいやんっていう周りの中で、そう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 、休憩時間とかも、そうやねそうやね、行くで俺って、そこで虚勢張るっていうか、なんか背伸びして、うん、おー行くで、余裕、お前も行ったらやん、一緒に目指そうやみたいなことを言う、そういう場を作ってみたね、そう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 、それもうなんかだんだん自分も、うん、そうやな、受けるなみたいな、なんかなってくる、そういうキャラやな、だから周りが整えてくれる、うん、そうそう、そういう側面もあるし、うん、だから特に起業とかになったら同じやね、起業する、うん、大学入ってから俺だって1年の時からずっと言ってた、あ、俺就職せえへんで、はいはいはい、ずーっと言ってたから、あ、お前は就職せんば、キャラを作るね、自分が、はい、
そういうの正変キャラ、お前はまあそうやもんなとか、お前大体そういう風に周りを見るもんなとか、そうやねんっていうそのキャラを、またキャラ強なるもん、そうキャラ作っていくねんってなったら、例えばちょっと友達とかが、お前まだ起業せえへんのとかなったらみたいなこと言うてくれたりするわけよ。それ言われたらこっちもおってなるやん、あおせなとかな、そうありがとうってなる、なるわ、そういう場を作っていったらみんながこう応援してくれてるわけじゃないけど、うん、なんか応援してるかどうか知らんけど、ああ、なんかやろうとしてるんや、みたいなこう目で見てくれたら、そう。なんかこっちも自意識がさ。ね。うん。なんかだからセネガルもずっと言うてたから、もう去年から言うてたやん、ずっと。うん、もう去年のもう中盤ぐらいから。うん、だから、準備どうなんで、いつ行くん、何日に行くまで言われてたから、はいはいはい、何日ってまだ言えてない、あ航空券取らなーで取るし、はいはいはい、早く取るし、ね、そう、はい、で、あ14日に行くでって言えるし、セネガルで、ほんで、なんか例えば、セネガル行って何すんの、なんかおもろいことあんのとか言ってくるやつがおったら、セネガルやばい、なんかおもろいやつ探さな、セネガルともするけど、何そう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 、そう、その切り返しがね、切り返しで、対話で生まれてくるしや、うん、でボルテージ溜まっていったらもう気付いたらなんかセルフイメージが書き換わってるっていうか、そう、うん、そうそうそう、途中まではそれは不安も高まっていくんですけど、うんうん、それはプラスの不安なんです、ね、それこそ周りとの循環を起こしてみたいな、うん、その循環ね、そうやって変えていくっていうのは、その場作りっていうのは自分起点で始めていく、その宣言してっていうね、うん、起業してなんか9月に作ったやん、うん、で年内に1000万稼ぐとか決めたや、俺あれもめっちゃいいフラッシュだからさ、大学の友達とか1000万稼ぐだって、うん、で、まだ何にも知らん時に あなんか会社作ったでって、みたいな、余裕やわみたいな、何にもまだ分かってない、どうしようってほんまは家帰った2人でどうしようって言うんだけど、何もないな、何もない、ほんまやばないとか言って、なんか奨学金ももうすぐなくなるしやばいみたいな、もうどうしよう金ないやんとか言ってる時に、なんか友達と遊びに行くってなった時はもうこうクッとこう襟元正すじゃないけど、まあ余裕やでつって俺も言ってた、そう、ああもううん強いわよ、そう、もう人生めっちゃおもろいわみたいな、ああもうなんか登記したし俺みたいな、そう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 でなんか名刺作ってこれ名刺やで、代表取締役俺 CEO やけどな、そう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 、だってこうなんかこう背伸びして威張ってみたいな、うんうん、でなんか、ね、もうなんか1000万稼ぐってここで2人で決めたもうゴールを周りに言いふらすみたいな、うんうん、1000万稼ぐでみたいな、そういうどうやるの何やるんって言われて、そんな知らんけどいけんねんとか言ってなんか知らんけどいけるって言ってるんやおーみたいな、じゃあもうその場的にはあいつはもう CEO キャラやなって、そう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 、でなってきたら家帰ったらめっちゃやばい、ね、そう、うわ言うてもた、やばい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 みたいな、めっちゃ期待されてるんだよ、そうそうそう、だからなんか期待してくれてるかどうか分からんけどなんか、ね、普通キャラはできてきてるみたいな、できてしまったどうしようみたいな、だから不安とかなんか心配はだから自分からなんていう、ますます大きくしていく方向にさ、うん、働きかけていってるやん、それって。ある意味、プレッシャー自分でかけてる、うん。ボルテージ上げていくみたいな。そういう感じでやってったもんね。うん。逆に、それがないと、きつない。自分の中だけでボルテージを上げていって。うん。てか、まあそうね。俺、それやったことないわ。絶対俺、なんかそういう時、うん、周りに言いふらすから。その、自分一人やったら無理やから、周りに言いふらす、うん。弱いから。俺ナンパやめるときもナンパやめろやめろわーはいはいはい、イーフラさんとで、あーそうなんや、次のステージ進むキャラになってきて、うん、そう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 、あー俺次のステージ進むキャラなんやなってなってきて、周りに教えてもらうあそうなんや、俺そういうキャラなんやえへーってなって、じゃあそのキャラでやらせてもらいますしばらくはってなってきて、っていう風にしていったことしか逆にないから、一人ってなったら難しい、まあ、ある意味そうやってガンってそのガラッと環境っていうか生活変える、うんっていう時には、うん、ある程度負荷がかかるから、そういう意味で、うん、周りの力も、うん、そうそう、あとそれで言うのはなんか、うん、言えるのは、うん、あの会社辞めるってなった時に、うん、大体割となんかかさ、うんうん、割ともう何割かの人がさ、うん、親札あるやん、はいはいはい、親が止めてくる、はいはいはい、そのなんていうの、親とか多分会社とかやったら会社 あの先輩ちゃうわ、上司とか同僚が、だから、うん、そういう人にこそ言うた方がいい、はいはいはい、まあ割とそれってそういう人って現状維持してこようと引き戻してこようとするから、うん、ドリームキラーじゃないけどさ、うん、してくるんやけど、うん、まあじゃあだから同僚とか仲良くないって別にええわ、そいつは絡まんかったらいいし、うん、悪影響受けるんやったら、うん、親はだって絶対突破せなあかんや、うん、だから親はもう割ともう高校ぐらいの時からずっと教育してたっていうと言い方悪いけどさ、うん、俺もずっと説得を俺もずっとちっちゃい時からしてた、なもうあの俺就職せえへんからとか、うん、なんかそういう話はずっとしてて、あこの子はこういう子なんやって思ってもらわんとあかん、もう親へのキャラ付けは10年ぐらいかかったですよ、う
自分の場合特にちゃう、うん、俺の場合は親がさ、別に俺が例えば自分自営業で何かやっていくとか会社作ることに対して、あ、特にそこは別に抵抗なかったから、うん、もうちゃんと大学は卒業しろよぐらいやったからさ、うん、大丈夫だったけど、自分の場合俺とかサラリーマン一族なんで、うん、で和歌山のね、うん、もうサラリーマンで就職して40年っていうのがもう絶対やし、うん、全員そうやってきたから、お前もやな、でそのキャラを植え付けられてた。しかもなんか、キャラ編大学行って親戚行ったら、お前は将来有望やな、みたいな。さすがやな。で、一回就職もして、ああ、もう人生、いけたな、ってなって。行って、おめでとう、みたいな感じになっていくから。うん。だから、キャラ編は10年ぐらいかかったけど、うんうん。それをだから、いや、そんなちゃうねん、ちゃうねんって。そう。最初はなんか、あんた何言ってんねん、そんなことばっかり言うて。うん、そう、もうええって。真面目に考えなさいよ、みたいな言うんやけど、もうずっとそれを言い続けていって。ずっと言ってたら、またそんなこと言うてってなってきててんねんけど、うん、もうやっぱあんたはそうやんなってなってきて、うん、そうそうそう、だからこっちが決断したってなった時に親が足引っ張るんじゃなくて味方してくれるように、うん、もう今となってはもうまた、まあ、あんたらしいな、もうそっちで頑張りやってなってきて、ね、セネガルもはいはい、はい、またぽいなってなってそうやってむしろだから次セネガル経て帰ってきて次なんかやるってなった時それちょけてないんちゃうっていう、そう、親が言うてくれたらもう最高に嬉しいやん、セネガル経てからまたなんか変なことすんのやろっていう、うん、もうそうそう、別社の逆に親からもそのね、場に整えるやつしてこられるぐらい、全然ちょけてないやん言われる側にで言うてほしいもん、うん、そうなった時に、なんか今まで親には、その真面目なキャラクターで、本音出さずにずっとおったけど、なんとなくこう、うわーって、ぶっとんと溜まってきて、急になんかそれを言うとさ、あんたどうしたんですか？親は絶対心配するから、子供のこと。バグったんって言われるから。そうそう、だからやめときなさい、やめときなさいってなるんやけど。特に親とかは時間かかると思うんですけど、うん、ジャブはずっと打っといた方が。絶対、帰省するたびに、俺もあのちゃうわとか、なんかそれずーっとそういう話は、しといた方が、いきなり会社に出られたらそれは頭がおかしなったと思われるんでね、うんうん、だからそうやってこうね、言いふらすとか、あとはね、言いやすいね、近所の友達とかから言いふらしまくって、うん、なんかそういうキャラに、うん、自分がなるっていうよりか周りから見た自分が、うん、そういうキャラになるように、うん、こっちから自分起点で働きかけていくっていうのを、うん、まあなんかやっていくと、確かに、ね、そうそうそう、もちろんそれは不安とか心配のボルテージは上がるけど、うん、それは順調やから、うん、そう、でそれがたまりにたまった時にパッてこう。パッてもう投棄してしまうんでね。そうそうそう。うん、だってキャラ付けされてるもん。なんか、周りから見た自分が当たり前よりそういうことしてる人やって見られてるから、なんか、キャラと違うことしてもたらなんかね、そうそうそう、空気壊すしみたいな、そうそうそう。むしろそれで、なんかね、うわーってなるから、うんうん。それが自然みたいになってくるからね。クラスさん的にはね、うん、ガンガン、あ、もう3月ぐらいに起業するわっていうのを言いふらしまくるところからね。有言実行っていうかね。うん、ビッグマウスじゃん。ビッグマウスでもないけど。うん、本田圭介もだから一緒やからね。あ、それのめっちゃでかいバージョンをしてるっていう。そうそう。それ死ぬほど最強バージョンは本田圭介。ワールドカップ優勝しましょう。優勝します。じゃあ言うやん。なんか、でもめっちゃ負荷かかってますから。そうそうそう。彼も不安。セリアの10番取りますよ、うん、めっちゃ言いふらしてるやん。なんかめっちゃスランブル。いや、順調っすよ。これ逆にチャンスや思うんすよ。めっちゃ言うやん、インタビュアーとかに。で、その裏は結局、本田も自分で言ってるんですけど、めちゃめちゃ心理的にプレッシャー、そうそう、不安かかってますせ。ますわ、うん。でもこれが正しいんです。だからなんかメンタルが強いっていうよりか、そのなんか、あれを心得がすごい、そう、あるわけやん。不安心配は正しいっていう、あの、うん、そこのマインドセットが、そうそう、めっちゃちゃんとそうそうしてはる。それが最強クラスなのか、多分彼、ね。うん。それは思いっきり不安とか心配もウェルカムみたいな。うん、自分でむちゃむちゃかけるから、ね。それがあったら自分から飛び込みに行くぐらいのことができる人だから。うん、だからね、そうなんやと思うし。しかもそれは慣れで結構強なるしね。一回、二回やったらだんだん味染みてくるから、ね、それ。もう俺言いふらしてばっかりやもん、ね。うん。めっちゃ楽やしな、言いふらしたらなんか。もう言いたって知らないよ。そうだからそういう風に宣言する言いふらすっていう、うん、そうやってこう自分来て、まあ、環境を変える変えないっていうとね、うん、なんか大げさですけど、そのなんていうの、その根本原因っていうかさ、うん、その原因がその、ま、外側にあるみたいなニュアンスになるやん、うん、主体性っていうか、周りの人間のせいやってなる、そうそう、主人公じゃなくなってくるから、うん、だから環境変える変えないっていうか、自分来てんで場を作ってるか作ってないかっていう視点で見てみると、うん、別に会社辞めようが辞めまいが、うん、会社の中でその場ができてるんやったら、うん、その場は別にええやん、うん、っていう感じでね、そういう感じですね、うん、はい、そんな感じで、うん、いいですかね、そうですね、もうちょっといい時間ですな、そんな感じで、だからクラスさん、クラスさんはこの
何春まで。春まで。今30で、35までにって言ってるもんね。今30歳なんですね。はいはい。で、35までいるかと思っています。だからね。あーってことは今年の春までに起業ですね。今から3ヶ月、あと3ヶ月あるんやな。3ヶ月もあったら。なるほど。まあもう作れるでしょうと。だからその春ぐらいに、その、あの時メールしたクラスですっつって、うん、その、やめましたっていうのが来たらね。だからもし送っていただけたら、この音声と交えて、確かに。あれして。むしろもう対談に来ていただいて。ねえ、ねえ。ねえ、こうやって、あの、バー作っていくんです、みたいな、いう側に回っていただけたらね、めっちゃおもろいと思うんで、うん、それをね、祈願して、うん、ご分をお祈りしてね、ね今回第30回の音声と。2017年一発目の音声と。はい、させていただきます。というわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。